目黒競馬場跡地にある馬の像はどの馬の像？はい、どうも秘密結社フラム総帥ハッチーでございます。今回は目黒記念ということでですね、まあ、目黒っていうのはまあ昔東京の競馬場があった場所ということで、今でもねその競馬場跡っていう名前のセブンイレブンがあったりとか、その近くに目黒競馬場跡ってことで馬の像が立っていたり、その馬の像が、トウーソルっていうね、戦前のリーディングサイヤー、5年連続だったかな、リーディングサイヤーを取ってという形で、まあ、そしてそこからね雲旗、さらに明治光と父系父系が続いていって、まあ、日本で5代目の産駒シュボバがね5代続いたっていうのは今のところこのトウルヌソルからのライ、まあ、そしてマルゼンスキー持ち込みでねニジンスキー産駒マルゼンスキーから5代続いた、まあ、そしてあと1個が、パーソロンからのメジロアサマ、メジロマックイーンの系統が今銀座グリーングラスっていう馬がねシュボバ入りして、その産駒がまあ内国産5代目と、この3頭のシュボバからしかまあ5代目が続いていない、まあ、サンデーサイレンスなんかはねまだもうちょっとかかりますね、もうちょっと続けばサンデーサイレンスもこの仲間入りをしてくるはずなんだけれども、まあ、そんな大シュボバということでですね、その像が立っています、まあ、そんなわけで目黒記念予想のポイントなんですが、もうハンデ戦なんで、このハンデの出し入れ、今回ハンデが結構特殊な付き方をしていて、このハンデで G2 って言えるレース、まあ、G2 堂々勝てば堂々と G2 を勝ったぞって言える馬たちと、逆に今回ちょっとハンデ負けてもらったよね、ちょっと有利なんじゃないのっていう馬たちに二分されてます。まあ有利なんじゃないのっていう馬たちの方が馬券的にはつまり期待値としては美味しいんだけれども、そういう馬が勝ったらまあ恵まれたよね。でもそういう馬たちを下してそうじゃない馬たちが勝ったら、おう、これは G2 として認めようじゃないか、ハンデ戦だからこそ他の馬たちにハンデくれてやっても勝ったんだと言える馬とね、これ二分されてます。まあ、なのでね、その辺をしっかり見極めつつ、馬たちの能力っていうのもね、加味しながら、まあ、難解と言われるハンデ戦なんで、5等ボックスなら大体当たるプラス、ひらめきを罠1等でね、6等、実際には3連複でその6等ボックスでも買おうかなみたいな感じでやっていきたいと思います。というわけでね、人気順上からいきます。ネット競馬想定1番人気、グロンディオーズ。まあ、前走ね、勝ってたんですけれども、そのレースも含めてこの馬のね持ち時計タイム指数みたいなところで見ると、今回印が回った人気上位上半分の中では最低レベルです。ハンデ戦を連戦という形で、前走ハンデ戦勝ち上がってるんで、今回もちろんハンデが重くなります。でハンデが重くなるってことは、まあ、1キロ1馬身なんて言われる中、まあ、特にね梅雨が近づいてきて馬場が少し重くなってきたから、このハンデ1キロっていうところによる着差っていうのはさらに1キロ1馬身よりもうちょっと大きいかなってなってきている中で、まあ、例えば1馬身差未満で勝った馬に今回はハンデをくれてやらなきゃいけないっていうのは非常にマイナス要素になるわけですよね。1キロ1馬身っていう原理原則だけで考えてもそこが完全に入れ替わる。そう考えるとね、グロンディオーズこの馬は今回沈んでくんじゃないかなと、まあ、もちろんハンデに恵まれてない側、これで勝ったら G2 勝ち馬ですよって堂々と言える側の馬ではあるんですが、まあ、馬券的には消しでいきたいと思います。まあ、そしてネット競馬想定2番人気ミスマンマミーア、この馬もね前走オープン特別を勝ってます。まあ、その分今回ねもちろんこの馬もハンデが増えてしまうということでね、別定戦で牝馬の54キロボバだったら56キロ相当では、まあこの馬オープン入りしてから54キロ背負った時は馬券に絡んでないんですね。軽いハンデで馬券に絡んでる。まあそう考えた時にはね、この馬もまあ勝ち切ったらもちろん G2 勝ったぞって堂々と言える馬ではあるんですが、もう6歳牝馬ってこともあってね、そうやってまた上を目指すっていうのもそろそろしんどいのかなってことで、まあ、本当はね、まあ、2歳児以来の重賞勝ち、門別のフローラルカップを勝って以来の重賞勝ちというのを期待したいところではあるんですが、まあ冷静に馬券的に考えたら決してでいいのかなということになってしまいました。まあ、そして3番人気サンアップルトン、去年の秋のねアルゼンチン共和国杯の3着馬です。そしてその時と同じ金量で東京芝2500のこの舞台を走れるってことは、まあ、今回、まあ、上位2頭が出てこないとかそういったところも踏まえて、まあ、有利なんじゃないかなと。まあ、この馬の場合は適性がね2200を超える距離、2200から2600なんていう距離で実績がある馬で、もちろんこのコースでも G2 3着、この、ね、ハンデ G2 去年の秋の共和国杯アルゼンチン共和国杯3着っていう実績がある馬ですから、まあ、この舞台への適性もあるはずだということで買いでいきたいと思います。まあ、そして4番人気サトノループス、この馬ね一昨年の菊花賞の実質僕の心の中では勝ち馬、まあ、1着は失格ってことね、まあ、なんですけども、まあ、2着はね
公式記録では2着馬なんだけれども、まあ、そこからね対コバってことになるとここ1年以上馬券に絡んでいません。成績が振るわないと言ってもいいでしょう。まあコバの壁ってやつに完全にやられてます。ただまあそういった走ってきた中で少しね着差が縮まってきたというか競馬にはなってきていますし、その中で今回前にハンデ戦を使った時のハンデから1キロ減って、去年のアルゼンチン共和国杯からだったかな、1キロ減って55キロというハンデに減ってます。まあもちろんこうやってね、まあ、1年馬券に絡まない中でも使ってきた舞台ってことは、まあ、陣営もこの舞台適性があると勝負しようということで出てきているんだろうし、ハンデ戦でハンデが1キロ減った、これ以上狙えるタイミングはないぞというね、ハンデ戦1キロ減なんていうのは、まあ、昔からこのチャンネルではずっと狙ってきたパターンで、実際例えば去年のダイヤモンドステークスの、未来への翼とかね、まあ、ハンデ1キロ減って2戦目だったけど CBC 賞のラブカンプとかね、まあ結構ね、まあ本当に実際来てて期待値がプラスのパターンなので、持ち時計でまあ強いメンバーとやってきたからこそ勝てていない、持ち時計指数面では上位評価ができるという点も踏まえて今回は勝ってみたいと思います。まあ、そして5番人気ヒートオンビート、前走ね昇級初戦で2着っていうのは上出来だと思います。まあクラス慣れが必要だなんていうことがね、最近よくこのチャンネルで取り上げてきているんですけれども、55キロというハンデで2着して、まあ今回またハンデが据え置きになります。まあその据え置きのハンデで前走の勝ち馬、まあ2着に負けた勝ち馬は今回ハンデが増えてしまってるんでね、1キロ1馬身って考えるとこの馬は逆転する方、まあ、昇級2戦目での上昇度って考えたら、まあこっちを変えていきたいと思います。まあ、そして6番人気ディアマンミノル、前走別定戦3着というところから今回まあハンデ戦になって、今回前回対戦した馬たちとの金量差が出てきました。特に勝ち馬と、まあ、勝ち馬が勝った分ハンデが増えて、まあ金量差が逆転したっていうのでね、まあ、非常に逆転が見込めます。まあ、そしてディアマンミノルの父がオルフェーブル、まあ、そうなってくると例えば先週のオークス勝ったのがねゴールドシップでしたが、オルフェーブルもゴールドシップもその父がステイゴールド、母の父がメジロマックインという同じ配合をしていて適性が似通ってるんですね。まあ、ステゴ系というふうに言いましょう。まあ、この春の東京っていうのはステゴババ、ステゴ系が得意とするババになりやすくて、例えば去年の青葉賞もねオーソリティが勝ったりして、まあ、オルフェブル3区が勝ったりしてね、完璧に、まあ、この時期の東京っていうのはオルフェババ、ステゴババ、まあ、そんな感じになるんで、まあ、この馬か狙ってみてもいいかなというふうに思っています。まあ、そして7番人気アドマリアポラリス、まあ、昇級初戦持ち時計的にもねちょっといまいちだし、ハンデもその割には1キロ積まれちゃったんですね。まあ、そうなってくるとねこの55キロってハンデ、まあ、昇級初戦でクラス慣れもまだまだなのに G2 に放り込まれたってことを考えてもちょっと厳しいんじゃないかなということで消しでいきたいと思います。で続けて8番人気ナムラドノバン、まあ、この馬ね準オープン勝ちきれずに万葉ステークスを51キロハンデ、軽いハンデで勝ってしまってオープン入りしました。まあ、その後ね G2 阪神大賞典3着とありましたが、まあ、これも芝 3000m 戦、正直オープン特別で実績を残しているのは 3000m 以上の距離だし、なんだったら準オープンクラスでもこの芝2500程度の距離では勝ちきれずにオープンの 3000m 戦で賞金を積んだと。まあ、ってことはこの芝2500っていうのはこの馬にとっては短すぎる距離っていうふうにも言えるわけですね。まあ、今回ねその万葉ステークスあたりから比べるとハンデも増えてしまってちょっと足りないかなと、この馬にとっては厳しいかなということで消しでいきたいと思います。で続けて9番人気ゴールドギア、まあ、前哨戦にあたるオープン特別を勝ってしまったですね。それまで不振続きということでハンデが減っていたところがこれでもちろんハンデが増えるわけですよ。まあ、そうなってくると前回下した馬たちに今回ハンデの差だけでも逆転されてしまう、ゴールドギアが力を出し切ったとしても負けてしまうし、まあ、その前がね負け続きだったようにちょっとアクシデントがあれば、まあ、すぐに大敗するようなタイプの馬だということを考えると馬券的には非常に狙いづらいなということで消しでいきたいと思います。まあ、そして10番人気ムイトオブリガード、一昨年秋2019年のアルゼンチン共和国杯の勝ち馬、まあ、長期休養明け4戦目ということになります。まあ、馬柱見てね直近でアルゼンチン共和国杯勝ちあるじゃんっていうんでね、去年の秋だったかなと思ってテキストこう作り始めたらよく考えたら去年の秋勝ったのオーソリティだったなって思い出したんで、よく見たら一昨年の勝ち馬ですね。でその後ちょっとね去年の春に怪我をして長めの休養を取っちゃってるんですね。でからまあ4戦使ってと3戦使って4戦目、まあ長期休養明けが
全開になってくるっていうのは大体4戦目5戦目ぐらいかなというね馬券術があって、ここでねポーンと一発お穴開けること結構多いんですね。馬に力が残っていればレース感を取り戻すのにこれぐらいかかるということで、10番人気だったら大振りして入れておくのにちょうどいいんじゃないかなと。特にね前走ハンデ戦で前々走と同じ7着には負けてるんですが、着差は半分ぐらいまで詰めてるんですね、2馬身ちょっとの差、まあ、そう考えると今回さらに一発があっても不思議はないぞということで買いでいきたいと思います。でここまででは、まあ、5点なんですが、もう1頭ね一応入れるんならっていうのがいたんで、人気順で言うと想定次の11番人気なんですけども、ウィンキートス、あのこの馬正直言って別枠というかね、印がこうひらめきお罠の印になってるのは、まあ、持ち時計面での評価では全然足りません。まあ昇級2戦目なんですが、前走ちょっと大きく負けちゃったりもしてて、オープンでもまだ通用したことがありません。ただ父ゴールドシップってことでね、まあオルフェもそうですけど、この時期の東京はステゴババ、ステイゴールド系向きのババ状態になるわけですよ、まあ、去年もそうだったし、今年も先週のオークスをねゴールドシップの子が勝って、ビッグレッドファームで形容されているゴールドシップの子がビッグレッドファームのね馬が勝ってね、ちょっとそこは別口で思うところあるけど、この回の予想動画には関係ないや、進めよう、話を進めようね。ゴールドシップのね子ということで、今回も正直時計面では足りないんですけど、その分牝馬ってこともあって52キロっていうハンデは非常に魅力です。狙ってみたいと思います。ここまでで軸、5頭ボックスなら大体当たるプラスワンという形でね今回は狙ってみたいと思います。以上ハッチでした。